もこもことした可愛らしい真っ赤な植物が広がるのは杵築市のルルパーク。今およそ4000株のコキアが見ごろを迎えています。まん丸でふわふわなコキア、今真っ赤に色づいていて、ルルパークを秋の色に染めています。今年8月には青々としていたコキアも、肌寒さを感じるようになった先週末ごろから一気に色づき始めました。コキアが色づき始めてから連日多くの人が訪れていて、この日も家族連れなどが赤く染まった光景を写真に収めていました。インスタとかで、色が赤くなる頃の、載せている人のを見てきたんですけど、やっぱすごい綺麗で、こんなの綺麗なの初めて見たので驚きました。あーピークみたいですね。なんで一応楽しんでます。今日はなかなか見応えがあるし、写真にもいいんじゃないですか。過去一番の出来と言って、いいと思います。形もね、本当に綺麗なまん丸ですし、何より色ですね、とても綺麗ですね。赤く染まったコキアは来週末まで見ごろで、その後は赤から黄金色へ変わるグラデーションを楽しむことができるということです。